11月の4日です。今こんな感じです。ちょっとキクさんがねダランとしてます。もう一回誘引しないとないとダメですね、これね。こちらのキクさんはこんな感じ、相変わらずこんな感じのつぼみです。今あとは金峠さんがそっちこっちにまた咲き始まってます。黄色いのは金峠さん、これ全部金峠さんの、葉っぱです。これ金峠さんの葉っぱです。とここは雑草と、こちらがバラヒロコさん。つぼみあのねあったんですけども、このぐらいの大きさになってます。葉っぱがね全部ね食われてます、虫に。葉っぱ虫に食われてますけど、つぼみだけなんとか、残ってます。あとこれ新芽がちょっとついてるような、そんな状態になってます。ちょっとかわいそうな状態です。自前のピンクのバラさん、こんな感じです。まあ、結構綺麗ですよ、ほらね、リバイのピンクのバラさん綺麗です。ホワイトのバラさんはもう終わっちゃいました。何個か咲いたんですけどね、もうこれ、花柄になってますね。それとシュウメギクさんもこれもう完全に終わりまして、もう花もね葉っぱもねもう光びてきましたんで、あとそのうちこのジニアからもうちょっと切断カットしたいと思います。新しい枝、ほらもう1メーター以上出てます。1メーター50ぐらいは多分出てるかと思いますけど、これ新しい枝、来年の枝になります。すごいね。あと花を開いてそのままにしてたのが何個かあるんですけども、何ですかね、ほら瓢箪のような、多分あれ種なのかな、何なのかな、ちょっとよくわかりませんけど、ありますね。あとここで咲いてつぼみありますね、何個かつぼみありましたね。気づきませんでした。あ、ここにもつぼみあるね、これつぼみ。本当はねなんか春しか咲かないんですよね、このバラさんが。秋はね本当にちょこっと何個か咲くぐらいなんですけども、つぼみありますね、ここ。あとここにも、何個かは咲いてくれるんだね。あ、ここにもありました、何個か咲かしてくれるような、なんかそんな感じになってます。つぼみありました。こちらの方も同じくね、来年の枝もう1メーター50ぐらいは、伸ばしてくれてます。あとは、角のピンクの大輪のバラさんです。今こんな感じで咲いております。綺麗ですよね。このバラさんはね、こうやばい、開ききるよりはこうこのぐらいの、半開き、このぐらいがすごい綺麗だよね。まだつぼみもね残ってますし、大きいのもこれありますので、ここにも、まあ今からもまあ最後まで咲かせてくれるのかなと思います。あとはホワイトのバラさん、ホワイトのバラもちょこちょこ咲いてくれてます。咲いてはしぼみみたいな、そんな感じで、咲かしてくれてます。ここら辺が新しいやつだね。つぼみもありますけども、新しいの、あとつぼみもこんな感じで、ついてますんで、まあこれからもちょこちょこ咲いてくれるのかなと思います。本当は花がら摘みねしてあげればいいんですけども、全然できてません。こんな感じです。あとはここにあります、ツルバラ、レオナルド・ダ・ヴィンチさんですね。こちらの方もピンクの、咲いてくれるんですけども、花を咲かしてくれるんですけども、なんかいつの間にか咲いてましたみたいな、そんな感じで咲かしてくれてます。あとは、ここはバラの花、レディー・ガーデナーさんはバラの花がありません。ユアさん、こちらの方ミワクさん、まあここにあるのがユワさん、こっちにあるのがミワクさんですけども、
つぼみはもう今ありませんよね。新芽は出してくれてるんですけどね、つぼみはありません。あとはいよいよね、このゆりさんもね、もう完全に、終わりましたんで、ゆりさんの方の、葉っぱもね、ちょっと時間あったら、ジニアからカットで、取りたいと思います。あとは、ここのバラさん、マミブルーさんももう葉っぱもなければ何もない状態になってます。新芽が出そうなんですけども、なんかわかりませんけども、葉っぱはありません。あとラバグルードさん、ラバグルードは先日からね、少しずつ咲いてくれてまして、もうこんな感じで、まあいよいよあと1個だけのつぼみになります。こんな感じで咲いてます。あとは一番端、HT ニケさん、HT ニケさん、やっぱりほら、これつぼみでしたね、これね。うん、つぼみつけてるみたいです。最後の花になるかと思いますが、頑張って咲いてほしいと思います。うん、ここら辺にもキンポンゲさん咲いてます。これキンポンゲさんの葉っぱです。それとチェリーセリさん、チェリーセリさん、こんな感じです。チェリーセリさんもね、まだ咲いてるんだよね。なんかね、いつ終わるのかなと思って見てるんですけど、まだどんどんあのつぼみが出て咲いてます。セージもね、もう何回もね、もうジニアから切ろうとしてるんですけども、しまいにこんな大きくなってるんですけどね、なかなかね、この花はね、あのもう最後なのかなと思って見てるんだけど、なんかね、最後がわからない。うん、もうそろそろ上までね、咲き終わってるんで、最後なのかなと思うんですけども、なんかね、咲き続けてる、そんな感じなんで、ちょっと切り病んでます。いつ切ろうかね、うん、迷ってます。結構綺麗なんですよね、花が。はい、それとこちらの方の塩谷さん、もう以前からお話してますけども、花の方も開いてるのもありますし、まだこう半開きの感じのところもありますし、なんかね、綺麗に咲いてくれるとね、嬉しいですよね。こんな感じで、盛んに咲かせてくれてます。あとは、ガーデンセージ、ガーデンセージさんは咲いてませんけども、隣のメドセージ、こちらの方咲いてます。これチェリーセージさんとね、もう結構ね、同じような、感じのね、花なんですよね。色は違いますけど、かわいいですね。すごい小さいですけど、大きさ的には私の手指、私の手このぐらいなんで、かなり小さい花なんですけど、綺麗です。あとはここのね、地映えのバラ、全体的な、感じ、こんな感じなんですけど、このバラさんもね、ずっと咲かしてまして、結構綺麗に咲いてますけど、葉っぱがね、なんかかなり、虫に食われてまして、葉っぱのないところが、あります。根っこがね、あのぐらいになりましたね。うん、すごい本数出てますね。これも結構ね、ずーっとね、来年の多分2月、1月、2月頃までね、ポツポツと咲いてくれてると思うんですけども、こんな感じで頑張って、咲かしてくれております。綺麗ですよ。ほら、可愛いんですよね。小さくて綺麗に咲かしてます。ここもいいね。ほら、痛い。トゲあって痛いんですけど。ほら、綺麗ですね。以上です。ここ咲かしてます。白と大陸。